7月4日、坂出市役所で令和5年度全国少年少女カヌー大会と JOC ジュニアオリンピックカップ、令和5年度全国中学生カヌースプリング選手権大会における出場選手壮行会が行われました。壮行会には坂出市長の有福哲司さんをはじめ、大会に出場する白鳳中学校中本はじめ選手、金崎智也選手、若宮亮大選手、新井美咲選手、西久保木原選手、松下愛香選手、河津小学校中村宗介選手、中村圭介選手、松山小学校谷口千明選手、加茂小学校北美里選手らが出席しました。壮行会では出場する選手たちへ有福市長より、今回出場する選手の皆さんは坂出の府中湖で仲間たちと切磋琢磨しながら練習に励んできたと思います、そんな絶え間ない努力の結果が今回の選抜につながったのだと思います、皆さんが良い成績で戻ってくるのを楽しみにしていますと激励の言葉を送りました。その後には選手たちに有福市長らより激励金と記念品が贈呈されました。最後に選手を代表して中本はじめ選手より決意表明がありました。ありがとうございます。その恩を返せるように全国大会ではいい成績を持ってこれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。なるべくいい成績 を残して帰ってきたいです。それに1分切れるよう頑張りたいです。大きな大会なのでメダルを持ち帰れるように頑張りたいです。全国大会優勝することと自己ベストを出すことです。今までの練習の成果を全て出し切って全力で取り組みたいです。全国大会優勝することです。本気でやることです。愛知県三好市にて7月14日から17日にかけて JOC ジュニアオリンピックカップ、21日から23日にかけて令和5年度全国中学生カヌースプリント選手権大会が行われます。令和5年度全国少年少女カヌー大会は7月21日から23日にかけて山梨県富士河口湖町にて行われます。皆さんの活躍を楽しみにしています。